こんにちは、みなみです。こんにちは、ママです。今日はロサンゼルスへのパッキング動画です。初アメリカンです。テンション高いママについていけないので放っておきたいと思います。ついてこいよ。こちらね、ドンキさんからのお祝いでいただいたキャリーケースです。ありがとうございます。ありがとうございます。あのね、いつもとはね、一回りぐらい大きいキャリーケースにね、入れて持っていきます。はい。まああの、日数は何泊かっていうと3泊なんだけど、そう、3泊5日。そう、3泊5日なの。じゃあ早速やっていきましょう。それではスタート。まず移動の時に着るもの、この中には入れないんですけど、はい、紹介しよっかな。忙しいみなみさんに代わってママが今日テレビ電話しながらお使いしてまいりました。はい、じゃん。ニューバランスの、でもね、チャックがついてた方が良かったの。うんうん、ついてて中に T シャツ着て、あの、うん、飛行機で寒い時にまあ開けたり、寒かったら着たり、暑かったら脱いだりとかできるようにしたかったんだけど、チャック割りのやつがなかったので。なんでじゃあそれにしたかって言ったら、そう、ズボンがこれが良かったの。そう、でも上が見つからなくて、これでいいかってなって、うん、これめっちゃ可愛かった。そう、履いてみたんだけど、形もね、サイズも良かった。フライト時間が長いんだよね。10時間だっけ、何時間だっけ。10時間。だからもう本当にゆったり過ごせる、もうパジャマぐらいの勢いで行った方がいいっていうのを小耳に挟んだので、で、これを着ていきます。はい、帰りもこれでいいよね。帰りも多分同じ、同じでいいよね。え、じゃあ日焼け止めも行きたい。100ミリリットルを超える容器に入ったエレキで禁止、1リットル以下のジッパー付きのプラスチック製服で入れなくてはいけません。うん、90g と 50g は OK。 大丈夫大丈夫。なんかいろいろね、日焼け止めとかいっぱい入れてるけどね、きっと使わないと思う。1個でいいよ。液体とあとヌリヌリするやつと。これも？そうそうそう、3つ日焼け止め入ってる。あ、じゃあいらない。それカバンに入れといたら。あ、これカバンに入れる、うん、アンドハニーの、ファンの方にいただいたやつ、これお気に入りの、これ持ってきます。ありがとうね、ありがとう、みんな大活躍してますよ。そう、本当にこれありがたいのね。こちらファンの方にいただきました。今日も頑張ってねって書いてる。これも一緒の方がいい。そうだね。化粧水、乳液、ボディーソープ、ボディーローション、シャンプー、リンス、日焼け止め、パック、下地、クレンジングと、ヘアオイルも入れました。はい。一旦液体系缶。ちょっと失礼、いいですか？ごめんなさい。母ちゃん？ごめん、何割り込みよって言ってる。割り込みなんですけど。そしたらコスメは多分ね、大体これでいいけど、まあ、あと足すのあったら後で出します。はい。で、ここにワックスとか、うん、これいける。で、これとかブラシとか。歯ブラシはお祝いでいただいたじゃない。そう、これをここに入れます。で、ブラシ、メイクブラシ、汚っ、こういう足スッキリするやつ、いいね。こういうね、小物入れられるので、このキャリーここに入れていきます。いいね。で、これ汗拭きシート買いました。手持ちの方がいいよね。モバイルバッテリーも、ドンキさんのお祝いでいただいたので、こちら入れます。で、これリファの、串、ファンの方にいただきました。ありがとうございます。メイクブラシもプレゼントしていただいてるよ。そうだ、めっちゃよくね。あ、ごめんね。で、ドンキ限定ピンクのこれ。そう、あとこれ充電器。かわいい。かわいいじゃん、いいじゃん、いいじゃん。充電器。あ、パジャマ。あ、そうだ。なんとパジャマがですね、ティルティルさんからお中元でプレゼントしていただきました。ありがとうございます。しかも家族分。そう、ジェラピキのね、かわいいかわいいパジャマで、パパとタイちゃんとか、ルイカ、ママ。みんなの分、ほんとに。ねえねえ、私、ルイカ、みんなにくれました。私はね、ピンクを選びましたよ。はい。ありがとうございます。ありがとうございます。持っていく。はい、パジャマ入れます。はい、で、そのドーナツみたいなのは、これは首にやるやつ。もちっとフィットを。プレゼントしていただきました。あ、いい、それはここにしまっちゃダメよ。そう、しまない。うん、ルイちゃんダメよ。見て、まるちゃんお利口さんにしてるよ。カラコンはプリモアのプリパールグレーと何個か持っていく。 1.5。 これファンの方にいただいたクロミちゃんのデカピン、ありがとうございます。これね、絶対いいよね。これね、携帯のね、こうやってね、見て、これが 2パターンも入ってる。そう、取らないで、だって。くーちゃん一緒に行くの？ママ行くの？
これ可愛くない？着てた。うん、それ可愛いと思う。ちえもだのインナーに、まあ、これ着て可愛くない？で、これも候補、可愛くない？ちょっとしっかりしてるけど、ちょっと甘い感じ。うんうん。で、これがね、結構長いワンピースなんですよ、ノースリーブの。うん。これもちょっと移動だったらいいかなと思って。で、これ可愛いね。可愛い。そう。それは確かスピンズ。あ、そうなの？そう。30度だから、そこまで暑くないかも。なんかこっちに比べたら。こっちね。しかもムシムシがないって考えたら、結構なんか、うん、過ごしやすいのかもね。うん、この間の1週間コーデの、ベルトが変わってるやつ、ショップリストで買ったやつ。スキニーが合うかなと思って、ちょっと一旦これ、入れておきます。で、何個か入れとけばよ。そうだよ。向こうでいただける。そうよ、そうよ。向こうのお洋服、サイズが絶対合わないんじゃないっけ。確かに。でも絶対可愛いとこいっぱいありそう。え、絶対ありそう。ちょっとね、だんだん埋まってきました。衣装はまた後で決めます。はい。はい、ちょっと、すぐ決められないので。はい。手持ちのバッグは大きめのにして、これ、サンキューマートで買った、ちょっと持っていこうかな。うん。あった方がいい。一応。これだけ準備してると、何を入れてないか忘れる。そういう時にドン・キホーテの。チェックリストがあるんですよね。そうですよね。今のフリじゃないんだけどね。本当ね。一旦ここに全部持ってきます。はい。では最終形態まで少々お待ちください。はーい。なんとか。なんとママがやってくれましたなんとか入りました。なんでこんなにパンパンかというと、はい、衣装が確実に決まってないから、うん、多めに持ってきてるので、うん、こんなにパンパンなんです。うん、でも問題なのが帰りですよね。帰りは私が詰めますので。でもなんとこれ拡張できます。はい、映ってますね映ってますね。だってパパもくたくたでふらふらパパちゃんはいろんなことがいろいろ重なって、もう脳みそも体もパンパンだそうです。はい、パンパンでくたくたな。あ、くたくた。はい、じゃちょっと紹介だけしてください。はい、まずこれファンの方が撮れた出すんだね出すんだねお洋服をこれで開いて縦がバーってなるの。そう、ホテルのクローゼットに引っ掛けられるので入れました。うん、で、はい、これ液体物すべて。はい、で、まあ、この辺は大きいバッグを持っていくんですけど、こんぐらいのね、うん、あっちでのちょっとした移動の時とかに使うやつ、うん、これね、韓国一緒にいたキムさんがね、アーティストデビューおめでとうって言って、お祝いにいただいた韓国のブランドのバッグです。ありがとう、キムさん。ありがとう。その上はインナー系ですね。はい、インナー系。インナーもハンドゥとかタップ付きキャミとかなんかいろいろ、本当にいろいろ。で、これは、さっき紹介したテレテレさんのお中元のパジャマです。はい、こっちにもちょっとラフな格好のできる服とか、これはシャンプーとかブラシとか歯ブラシとかワックスとかで、これコスメ大事な、うん、で、これコスメブラシと、これはピンとかカロコンとか、うん、で、これプーちゃんのお気に入りの早くすぐしまって。ハイちゃんの気に入りの前面ちょっとの中にケーブルが入ってます、はい、これマリコのカチューシャいただきました。可愛い系のお洋服の時にもしかしたら使うかもしれない、もしかしたら、うん、アイロンを入れるんだね。そう、まだ使うので忘れずに、忘れたら大変だ。これファンの方にいただいた扇風機を充電して持っていきます。はい、本当にね、たくさん のプレゼントで、みなみさんいろいろといます。ありがとうございます。準備させていただきました。ありがとうございます。運命の時間です。走るか。これ拡張してません、まだ。まだしてない。はい、余裕余裕余裕じゃない。余裕だね。すごい。おお、あんだけ入れたのに、うん、7箱分ぐらい入ってる気がする。そうだね。おいしょ。でね、なんとここにフックがあるんですよ。で、こういうのを引っ付けれるよっていう。で、まあこの辺にね、こうやってつけとけばさ、荷物預ける前にこの子だけピュッてかっぱらってそうだよ、いけますね。これがファンの方にいただいたキャリーの上に引っ掛けれるね、こういう、そうそう、こうやってここにね、しっかり靴とか入れ、はい、完成。お疲れ様でした。結構な準備でしたけど、はい、まあなんとかなってよかったです。はい、忘れ物があるよりいいです。はい、頑張って。そして忘れ物だけしてこないでください。帰ってくるときに。こうね、ホテルに電話しても英語喋れないから。あ、そうそうそう。そう、じゃあこの枕とは中食べになります、ね。はい。よろしくね。はい。ということで行ってきます。行ってらっしゃい。せーの、最後に見てくれてありがとうございます。それではバイバーイ。バイバーイ。
ップしてここに飛び乗ったんだけど。ねえ、破れちゃう、ね、破れちゃう。すいません、ありがとうございます。すいません、それはやばい。そこからどうチャック閉まってんの。ありがとう、こっちに開けて、開けとこう。すいません、開けといてね、持っていかないでねえ、マイメロ奪おうとしてる。もう持ってないよ。ふーちゃんにあげない、これ。また今度買ってきてあげる、おもちゃ。これおもちゃじゃないの。ダメ、そんなに見られてもあげられない。いや、やめてよ、私のマイメロなんだけど。ハーハーしないで、あげれないよ。これプーちゃんのじゃないもん。もうやめて。ママが持ってる。